今ね、待機中なんですけど、雰囲気としてはこんな感じですね、はい、基本的にね、コンパクト重視してるつもりなんですけど、はい、ちょっとやっぱり機材は多くなっちゃいますね。はい、じゃあもうすぐ来られると思うので撮影楽しんでいきたいと思います。じゃあまた後で。やっぱりね、目が花粉症でやられてます。黄砂なんですかね。はい、お疲れ様です。今日はね、午前中から、四天王寺の方で撮影をしてました。はい、8時半から空いてるんですけど、人がすごく少なかったですね。はい、で、今から少しだけちょっと境内の桜を撮影して、移動したいと思います。はい、じゃあ、桜シーズン最初の土日の撮影は四天王寺でした。はい、じゃあ、設計でしょ。バイバイ。ちょっとね、今帰ろうと思って今聞いたんですが、あそこに亀さんがいると思うんですけど、亀は幸せの象徴みたいで、はい、幸せそうに日を浴びてますね。はい、という感じでした。帰ろう。